サンズ・マカオはマカオにあるカジノリゾート。サンズはラスベガス・サンズ社により所有され、ポール・スティールマンデザイングループにデザインが行われた。敷地は22万9000平方フィートのカジノ部分と51室の VIP 専用ホテルで構成されている。これは主に中国本土から日帰りで訪れる観光客の多くが目的地として サンズに訪れることを反映したものである。建物の高さは79メートル。ラスベガスサンズの社長で、世界14人の富豪の一人であるシェルドン・アデルソンは、ラスベガスに本社を置く彼の会社が、すぐに中国の企業になるだろうと述べ、ラスベガスがいずれ、アメリカのマカオと呼ばれることになると冗談を飛ばしていたという。2007年2月12日、 ラスベガスサンズ社の社長と経営陣は2010年までにマカオがラスベガスにあるラスベガスストリップをも上回るカジノリゾート地になりカジノ産業は2倍になるだろうと予測しているカジノは2004年5月18日にオープンし2億4000万アメリカドルの総工費を要した建設に投資するために発行されたすべての抵当券は 2005年5月に生産が終了している。2006年、サンズカジノは拡張工事を終え、敷地面積はそれまでの16万5000、平方フィートから22万9000フィートへと増強された。カジノ自体は740台のテーブルゲームを収容しているが、これは世界にある、どの単体カジノをも上回る規模である。ラスベガスサンズ社はこの数字をもとに、 サンズマカオが世界で最も大きいカジノであると主張している。ありがとうございます。